はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい、これ、どんどブログさんなんですけど、ええー、面白いっていう、まあ、面白いっていうか、興味深いっていうかね。ええー、まあ、アルゼンチンですね。アルのゼンチンでございます。はい、あるあるのゼンチンが、あどうやら、あまあね、えー、例のあれについて、えー、報道し始めたということです。 はい。えー、まあ、いろんな国がね、これ報道し始めてますよね。はい。えー、でも、まあ、日本はそうする気配ありません。全く。はい。えー、これは言っておきますが、当たり前ですよね。だって今から新しいね。はい。新しい、あの、MR なんちゃらを、おー、まあ、作る施設をね、建設してますから。 これ言えませんよね。<laughs> ばかり間違っても。はい。しかしですね、アルゼンチンの公共放送で、まあ、例のあれがね、いろんな問題を起こしてて、えー、汚染の問題もあると。はい。えー、どういうことなんだと思って、まあ、ちょっとね、えー、記事をきちんと読んだんですけど、おどうやらね、あのー、40ですね。 S, S のね、VV、えー、の40ですね。あの、いろんなね、D の N のね、うん。え、ながね、混じっているっていうね、あれでございます。あれの汚染の問題をきちんと言ってたっていうことですね。まあ、日本はいつになったら言うんでしょうか。絶対言わないですよね。はい、絶対言いませんよ、多分。だって、 新たに作ってるんですから、そういう工場を。はい。えー、汚染物質垂れ流しにならないようにね、本当にあのー、見張らないといけないかもしれませんね。はい。えー、もう垂れ流しになってますからね、汚染物質がね。はい。私ね、これね、えー、本当に心からそう思います。つまり、えー、これアルゼンチンで出したっていうことは、もうアルゼンチンは 出してもいい状況になったっていうことなんでしょうね、きっと。はい、もう別にね、分かっても、まあ今更どうしようもないからっていうことなんでしょうけど、とりあえず出せるようになったということなんでしょうね。はい、えー、ッポンがこういうふうに出せるようになる日はいつ訪れるのでしょうかっていうことです。 まあ、かなり先の話になりますね。それまで我々はあ、自分の体は自分で守っていかないといけません。はい、えー、死ですね。はい、あの死刑なんですけど、実は、あとあるね、えー、とあるブログ記事で見たんですけど、ちょっとね、私も死刑に対する感覚、あれ、ちょっとね、 えー、甘かったかなって思ってます。私ぐらいの体操やってても。どうしてかっていうと、まあ、死刑ですね。酸っぱいね。あの、プロテインだけを、だ、だけっていうかね、そういうのをね、えー、こう、結構意識してたんですけど、どうやら、どうやらね、例の S のね、VV のね、40ですね。こちらの方もどうやら、 ああ、死刑でね、えー、なんかね、えー、伝の宣戦線するみたいですね。はい、ストッキングがね、あの、伝染するようにね。はい、伝染するみたいですよ。まあ、そういえばなんですけど、私のね、知ってる方で、言いましたからね。はい。 えー、連れ合いが、ああ、何回もね、パクパク食べた方、はい。えー、もう治ったはずの岩石岩尾ちゃんがね、出てきてね、で、4をしてしまった残念なんですけどね。本当に残念ですけど、そういう方い、いましたから。ああ、こうこ、もう本当にね、対策も頑張ってね。 もう本当に、えー、自分で突き詰めて対策していかないとダメだなと思いました。はい。なんと S の V のね、えー、あのー、40ですね、40。あれもなんかどうやら映るみたいですからね。えー、まあ、これはね、本当に気をつけないといけないなと思います。はい。 えー、今日ね、あのー、ちょっと、あの、届、あの、なんて言うのかな。頼んでいたものが届いたんで、ちょっと行かなきゃいけないところがあるんですけど、もうこれね、店の中に入るときに、えー、花粉用のゴーグルもつけておこうかなと思ってます。はい、えー。今までね、ここまではしなかったんですけど、どうやらちょっとね、えー、甘いんじゃないかと思えてきました。はい。 まあ、そういうことでございます。えー、とりあえずね、あるの前鎮ですね。あるあるのね、前々のチンチンでございますね。こちらがあ、公共放送でいろいろなことを言い始めたということでございます。はい、えー、ぜひぜひ見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい、えー、こちらはね、今日の、生協さんから届いた備蓄品です。 はい、チュールちゃんですね。これは猫用です。はい、あとね、えー、ツナ缶、カツオ缶ですね。カツオ缶とお味噌汁の具。はい。あと、海苔です。はい、今日の、今週のね、えー、備蓄品でございました。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。